匠からは見えているっていうシーンなんですけど、今日一日本当に勘ぐられちゃうから、そういうことやると。まあいいや、本当にいいよ、マッケン。本当に楽しかったね。楽しかったよ、本当に、ね、俺は。分かった。なんだ理由として行きたいんです、僕は。そうね、後継日がすごすぎて、うん、すごはい、新たな Q です。今日はお足元の悪い中お集まりいただき本当にありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願いいたします。はい、正確にはソータとアキを演じました北村匠海です。無事ですね、完成をこうやって、披露することができてとても嬉しく思っております。今日は最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。僕の役ね、みんなとのシーンでもそうなんですけど、みんなからは見えていないけど匠からは見えているっていうシーンなんですけど、みんなに何か言おうとしたね、今。何、いやいや、今日一日本当に勘ぐられちゃうから、そういうことやると今日一日本当に本当にいくらでも。まあいいや、ちょっとね、寂しいところありましたよ。みんなに話しかけてるのに、僕はね、秋として話しかけてるのに、みんなは見えないから、だからソータ通じて話すしかないっていうのが、後半につれてまあどうなっていくのか、そしてソータに出会ってどう秋が変わっていって、みんなが変わっていくのかっていうところがとても見どころです。アドリブで結構笑かしに来るんで、ね、新田さんがですか、はい、そうですよ。でも見えてちゃいけないから笑っちゃいけないしとか、ね、結構何回もやったかもしれない。今すごいスッとしてますけど、全然笑かしてないような顔してますけど、怖い。いやもう本当にいいよ、マッケン。本当に楽しかったね。楽しかったよ、本当に、ね、俺は、僕は楽しかった。ワンシーンの中にソータから始まり、途中秋になり、最後ソータに戻るみたいなこともあって、で本当に大変でしたね、撮影も。やっぱりこう、まあ、二役やってますから、ずっとこういう感じで本当に右左しながらやってましたし、もう本読みの段階からやばいなってなって、本読みの時はソータを演じる時はこう前向きにして、アキを演じる時はこうちょっとこうしてたんですけど、ずっとこうだったんですね。それを見た周平君がもうほぼ初対面だったんですけど、やばいねってなってそこでなんかあ、やっぱこの作品かなり自分にとってはかなりこう、まあ、チャレンジングな作品だなと思いつつ、でもそれで言うと、そのやっぱり二役やるって相当体力的にも辛いんですけど、でも監督をはじめとするここに立ってる皆さんで、今日いないけど本当にたくさんのスタッフさんに支えられながら撮影できたので、現場ではなんかもう本当一瞬過ぎて、今でもなんかあの頃に戻りたいなぐらいの、それぐらい楽しい期間だったんで。もしも30分だけ誰かと入れ替わるんだったら、誰になって何をしたいか。そうよね、この中ですよね。分かった。なんだ。ああ、もうこれずっと今日考えてたんだけど、もう今分かった。何あのさ、オリンピックじゃないですか、2020年。はいはい、オリンピックですね。100メートル走で走って1位取った後のその人。その瞬間、そこから30分だ。その瞬間、そこから30分の取材とか、いや、やってやりました。一番きつい時間じゃない。気持ちが一番多分きついよ、その時間。ぜいぜいしちゃうよ。でもいいね、気持ちいいだろうね。気持ちいいだろうね。日本のね、こう聞こえてね。変わられた方かわいそうだ。あの人って言って。バーンって。以上です。斬新だけど分かりますので、すごい分かります。僕はもうマッケンですね。僕はもうこのビジュアルさえあれば、30分も本当、僕も渋谷とかももう出歩いてキャーキャー言われたりする。それだけ。確かにもう真剣佑として行きたいです、僕は。そうね、すごいもんな。30分でもいいんで真剣佑になってみたいです。なんかもう造形美がすごすぎて、すごい。どうすこの肉体美もすごいですし、そうね、そう、本当に30分真剣佑になりたいです。その間に今3パターンの決め顔をねしてくださってましたけど、こんな感じで歩きたいってことですよね。はい。だそうですが、新田さん、え、やだよ。なんでよ。渋谷歩くんでしょ。すごいと思うよ。大表でしょ。それを俺経験してみたいな。いや、もう勝手に握手会とかしちゃっていいと思うよ。もうそうだよ、ね。写真とかいっぱい撮ろう。事務所にめちゃくちゃ怒られるけど。いっぱい撮ろう写真って。ね。写真撮ろう。いっぱい撮ろう。俺真剣佑だよって言いたいです。はい。どうですか。
僕もまあマッケンっすね。あら、めちゃめちゃさっき胸触らせてもらったんですけど、ムキムキすごくて今すごいよね。今本当すごくて、でとにかく自分が上げれないぐらいのこのバーベルをパン上げて、まあ、その後僕も渋谷歩きます。パン上げて一回ね、パン上げ て, 上げてそのままね。何人のマッケンに現れるんだろうね。確かに僕もマッケンになってみたいなと思いましたけど、ね、やっぱみんななってみたいですよ。そうなんですよ、結局はね。でなんかそれ で, ですから、そうマッケンが普段見せないようなこうちょっと変な顔とかそういうのをしてそう、それでもこうきっとキャーキャー言われるじゃない。いいっすね。そう、どこまでキャーキャー言われるかこう試してみたい。壇上で壇上でコマネチとかしたいっすよね。そう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 、体で3発キャラが変わったんじゃないかみたいなね、はい。